はい、こんにちは。ギタリストの国田大輔です。今日は、トライアドのレッスンです。今までまだ、触れたことのなかったところなんですけれども、トライアドっていうのは3和音っていう意味なんですけれども、3つの音からなる和音のことなんですが、今日はトライアドのイントロというか入門編というかですね、割と初心者、初級者、中級者用のレッスンなんですが、トライアドをネック上でトライアドをしっかり把握しようというレッスンで、今日は第1回目なんですが、ちょっとですね、こんなコード進行弾けますでしょうか、皆さん。はい、こんな感じね。 A 音 C シャープ、 A フラット音 C、 C シャープマイナス7 B、F シャープオン A シャープで、 A メジャー7、 F オン G シャープで、 C シャープマイナス7、 B マイナス7、 E7 みたいな。うん、でこれを今日ね、これは今弾けない方もですね、この動画を見終わる頃には皆さん弾けるようになってます、多分。はい、というわけで今日は何をしたらいいかというと、トライアドをしっかり理解するとですね、オンコードの対応力っていうのも上がるんですね。で、僕の、生徒さんたちにもなかなかオンコードがパッと、見た時に対応できないとか、オンコードの意味がわからないとかっていう生徒さんが多いので、今日はトライアドのレッスンをするついでとは言ったなんですけども、オンコードの対応力を、オンコードをちょっとね、トライアドとオンコードを結びつけたレッスンをしたいなと思いまして、今日始めたいと思います。で、まずトライアドなんですけども、メジャートライアド、メジャーコードのトライアドからやりましょう。メジャーコードのトライアドっていうのは、例えば C コード、ドミソからなる、ドミソ C E G、 これがメジャーの、トライアドですね。ルート3度5度 D メジャーだったら、D をルートした時のルート3度5度ですから、まあ聞こえはドミソに聞こえますけども、 D、F シャープ、A の音なんですが、これが3和音ですね、トライアド。で、ギターのネック上で3和音がどこに並んでるかっていうのをいろいろね、いろんなフォームで把握するっていうのはとても大事なんですが、まずじゃあこのフォームを覚えましょう。 C のドミソを、じゃあ2弦と4弦だけ使います。今は2弦と4弦だけでドミソの組み合わせをいろいろ探したいんですけども、じゃあ例えばここソドミね、ソドミです。これ C の3音になりますよね、ドミソ入ってるから。まあ、要はいつも押さえるこの C コードの、これね、いつも C コードを押さえると思うんですけど、制覇コード、これの2弦から4弦がソドミになりますので、この3つを押さえるだけで、C コードはちゃんとできてます。C コードっていうのは、 C のトライアドっていうのは、C コードっていうのはドミソからなるコードですから、別にこれ弾いてるときね、オープンコードの C コード弾いてるとき、たくさん音弾いてますけども、ドミソしか入ってません。ドミソドミですからね、別にたくさんあってもいいんですが、3つだけあってもちゃんと C コードになってます。これで十分 C コードです、ソドミ。はい、ソドミ。じゃあこれずらしていくと、ソドミはソドに、ドミに、でドミソですか、ソはソの次の音は、まあ、一巡してドになって、ミの音は次ソの音で、じゃあドの音はミの音ですよね。ソドに、ドの音は次はドミソだからミの音に、はい、でミの音はドミソ、ソの音になる。でそうするとこの音になる。これが C コード、これはドミソですね。わかりやすいですね、この音の組み合わせ。はい、これもいつも C コードかと押さえる、この6弦から制覇フォームを弾くときの4弦、3弦、2弦の音ですよね。ドミソ、これでドミソです。はい、ソドミ、ドミソ、これで十分 C コードです。はい、次の C コードはドをミの音にして、ミをソの音にして、ドを次の音は、ごめんなさい、ドじゃない、ソの音をドにして、このフォーム、ミソド、
ソードです、これ。これ C コードです、十分。これだけで C コードになってますよ。これね、この形っていうのは実はいつもこの C コードをこうね、オープンコードを押さえてる時の、この4弦から2弦のこの、これが、オクターブ下ですよね。2フレット、0フレット、1フレットがオクターブ上になると、14フレット、12フレット、13フレットになるから、この形。この形、ここにあるやつ。同じです。で、これで3つ。この3つを覚えましょう。ソドミ、これメジャートライアド。ドミソ。で、ミソド。はい、この3つ。これで C コードです。で、あとは、他のコードになった時にずらせばいいわけ。例えば、A コードって言われたら、A はこの6弦の5に A があります。じゃあここの4弦の7にも A があるので、これが A にとってのドですから、ルートですから、これが A コード。ドミソ A からの。これが A コード。これが A コード。これよくオープンコードで A 使うときのね、この、この形ね、さっきの形。はい、この222で A で、これで A です。はい、ミソド。A のこのルートがここにありますね。12フレット。トライアドがここにあります。で、これ、そこの一部、このミソド。これで A コードです。ってなるわけです。はい。で、これが今が2弦から4弦のトライアドを把握したので3つ。で、あと3つ覚えましょう。1弦から3弦で。1弦から3弦もさっきの要領と同じ、さっきのやり方と一緒。C メジャー弾いたときに、じゃあ、このここの C メジャーコードからまたね、抽出して、この、さ、5、5、3で、これで C コードになってます。これがドミソになってます。これ C コード、ドミソ。じゃあ、ドを、ミに、ミを、ソに、ソをドに移動して、ここ。これもド、ミソド。これもね、さっきも同じですね。6弦からの制覇やった時のこの3本。これだけで十分 C コードですからね。はい。で、ドミソ、ミソド。最後、6個目は、これですね。ソドミですね。さっきやったのまたこのここはドからのこうね12、13、12でこの C のオープンコードのこの3弦、2弦、1弦のこのねオクターブ上がったやつですね。はい、この3つ。はい、この6つですね。覚えておけばいいです、とりあえず今で、これでトライアドル6つ覚えました。そしたら最初の話に戻りましょう。最初のコード進行に戻りましょう。 A 音 C シャープ、まあちょっといろいろいろんな弾き方あるんですけども、じゃあここちょっとハイフレからやってみましょう。 A 音 C シャープ、いろんな弾き方ありますが答えは1個だけじゃないですけど、じゃあここで A がここにありました、さっきね11、9、10、これで A です。 A 音 C シャープだから親指で C シャープを押さえれば A 音 C シャープ、はい、こんな感じです。これで A 音 C シャープ、他にもありますよ、もちろんこういうのがね、こういうのがまああるんですが、せっかくちょっとハイフレのやつも覚えたってなので、こうね親指でやっていいです。こんな形とても多いです。音楽的に言うと A 音 C シャープっていうのは A コードのサンドルートです。 A コードっていうのはA、C シャープ、E なので C シャープっていうのは A にとっての3度なので、 A 音 C シャープっていうのはメジャーコードの3度から弾いてるものです。音っていうのはその音を一番低い音にしてくださいっていう意味ですからね。 A コードを A 音 C シャープっていうのは A コードを一番下の音を C シャープにしてくださいっていう意味で、これは音楽的に言うとメジャーコードの3度ルートです。音コードは僕の経験上8割ぐらいはこの3度ルートですね。8
8割9割、うん、そんぐらい、ちょっと極論かもしれないですけど、ですのでこのサンドルートコードっていうのはとっても大事です。ね、覚えましょう。この形いっぱい出てきます。はい、A on C シャープ。次は A フラット on C。同じです。A フラットがここにあります。トライアドが。トライアドが、まあ、どこで取ってもいいんですけど、この2弦から4弦でじゃあ取って、さっきの半音下ですよね。で、オン C シャープ C だから、この6弦の8が C だから、だからさっきと同じ形が半音ずれるわけ、こうなるわけです。はい。で、次 C シャープマイナー7オン、B、まあ、これはちょっと C シャープマイナー7っていうのがこういう風にありまして、まあ、C シャープマイナス7もこうありまして、オン B だから2つ下がると。まあ、これはちょっと、今トライアドとは関係ないので、これは覚えましょう、今。まあ、トライアドっても言えるんですけどね、実はね、E オン B とも言えるんですけど、この E コードのオン B とも言えるんですけど、まあ、E として、この形は今ちょっと丸暗記。なので、はい。次は F シャープオン A シャープは、同じですよね、やっぱり。F シャープがここにあって、で A シャープ。ね。ってなります。これね、4個のうち3つはサンドルートでしょ。はい。次 A メジャー7、普通のメジャー7。F on G シャープ。はい、これ変なコードですね。F コード、ちょっと今これ、曲がですね、ポップスの彗星ってね、あの、トーフビーツさんとかの曲で、まあ、よくあるコード進行なんですけど、このトップの音が、A の音が聞こえるので、あえてこのフォームで押さえますけども、F がコードをここのトライアドで押さえましょう。どっちでもいいんですが、2弦から4弦でも、今じゃあ1弦から3弦で、この、ここで F。5、6、5で F です。 F メジャー、さっきやったでしょ、トライアド、ルートが5弦の F ですからね。ここの F のトライアドに、はい、オン G シャープ。このコードはコンビネーションディミューシュって、この間やったね、また別の動画でやったコンディミの話に、発展するんですけども、コンビネーションディミューシュから作られてるスケールじゃなくてコードなんですが、これはまた別にやりますので、特殊コードなんですが、よく使われますこのコード、 F on G シャープでも押さえられますよね。もうね、考え方は分かったので、トライアド、ここで F を押さえて、オンは一番弾くと G シャープにすればこうなります。こういう流れで C シャープマイナス7で B マイナス7、 E 7は普通に弾く。そうすると難しそうに見えたオンコードもなんてことなく弾けていくはずです。ですね、別に、アレンジの段階でアレンジのね、オプションなんですね、オンコードっていうのはね。例えば別にこれがただ単に A メジャーから全部オンコードじゃなくて、普通のオンを抜きにするとどうなるかというと、ちょっとこの F だけ、A メジャー7の次 G シャープ7にしましょう。ちょっとこのコードだけはG シャープ7の代わりに使われてるっていうコードなので、 A メジャー7、 G シャープ7で C シャープマイナー7で、これがオンなし A、 これめちゃめちゃ普通の進行でしょ。 A、 この A で
番 C シャープマイナー F シャープよくあるような進行です。これそれをサンドルートにするとで、こう7ドルートで C シャープマイナーをね、ベースが半音ずつこう下がってくるようになるんですね。でこれはだから音コードを使ってそういうアレンジにしてる。別に普通だったら普通の進行ですね。することによってF on G シャープって言われてもちゃんとトライアドが分かってれば、ここで F のトライアド弾くんだなって分かってれば対応できるはず。なのでオンコードもトライアドがしっかり把握できてればほとんど怖くないです。今メジャートライアドだけやりましたけども、次はマイナートライアドをやりたいんですが、とりあえず今日はメジャートライアド6つ覚えましたね。この形、この形、この形、今 C ですけどね、これ覚えてればさっきみたいな進行でも見えてくるわけです。トライアドは、あの音コードが全然問題ないと思います。なのでぜひ、トライアド、今今日覚えたトライアドはいろいろ発展してきますので絶対覚えましょうね。 C だけじゃなくて他のキーになった時にルートをずらしてですね、その形がずらせられるように。はい、というわけで今日は、トライアドの簡単なまずイントロ編なんですけども、メジャートライアドの形を6つ覚えて、そしてオンコードにも使ってみようということで使ってみました。どうだったでしょうか。トライアドはね、すっごく大事な要素としてありますので、ジャズインプロでもそうですし、いろんなアレンジとかもね、いろんなフレージングにしてもコード進行を作る上でもとても大事な要素で、ありますので、ギターの指板の上でしっかりトライアドを理解してきたので、これからどんどんやっていきたいと思ってます。はい、僕の YouTube レッスンはこれからどんどんレッスン動画だけではなくですね、また機材紹介動画もいろいろやっていきますので、引き続きよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録して新しい動画フォローしていただけると嬉しいです。インスタ、ツイッターもやってます、そちらもフォローしていただけると大変励みになりますので、よろしくお願いします。それではありがとうございました。